引き続いて、午後はまず長尾先生、国立国会図書館長であらせられます長尾先生にご講演いただくんですが、僕らにとってはその情報学の教科書でおなじみの先生でございます。で、情報学の先生が、図書館長やるとどんな風になるのかっていうのは楽しみで、この題もちょっと過激じゃないかと思うんですが、僕もお話を楽しみにしております。どうぞ長尾先生。皆さんこんにちは。今紹介いただきました長尾でございます。私は著作権関係については全くの素人で、ありまして、今日ここでお話しいたしますのはどちらかというと、私が勝手に考えた程度のことでありますから、大して皆様がその役には立たないんじゃないかというふうに心配はしておるところでございます。今日の取材に入ります前に、まず国立国会図書館で今著作権問題でどういうふうに苦労しているかということを少しばかりお話しさせていただきたいというふうに思います。今年の6月に著作権法が改正されまして、国立国会図書館におきましては、そのいかなる本も著者の許諾なくデジタル化をしてよろしいとすることができるというふうに改正をしていただきました。これは中山先生等々の大変なご尽力によりましてできたことでございますが、ただしそれの利用については国会図書館内でしか見せないと。しかも国会図書館に本が例えば2冊入ってたら同時には2つの端末からしか見せない、1冊しか入ってなければ同時には1つの端末からしか見せないというようなきつい制約がかかっております。それからもう一つはデジタル化というのは何を意味するかというと、本のページをスキャンしてその画像イメージで見せる、PDF みたいなもんですね。画像イメージで見せるのはいいけれども文字化することはまかりならんと、こういうふうに出版社のグループからきつく言われておりまして、これがなかなか問題でございます。ですから全文検索とかそういう非常に便利なことができない。だから本当に何て言うんですか、紙の本をコピーするのは本が潰れたりしますんで、紙の本を保存しておくために一度だけスキャンしてそれをコンピューターに入れてコピーサービスとか見せるサービスはコンピューターであると。だから本を見せてるのと同じこと以上には絶対にしちゃいけないというのが出版社グループからの強い要請でございまして、これをなかなか破ることができない。ところが一方では著作権法の改正の中では障害者の人に対しては公共図書館、国会図書館を含めて公共図書館においてデジタル化して、これを音声合成のソフトウェアを使って、聞かせるということがフリーにできるということになりました。ですからそのためには本当は文字化できないとダメなんですね。だから国会図書館でスキャンして入れるものについては本当は文字化して、それについては障害者の方々にそのデータトランスファーができる、公衆送信権を制限するということで、登録された身体障害者の人にはそれを送って音声で聞いていただくということができるはずなんですけれども、国会図書館に関してはそれがやってもらっちゃ困るというのが図書館側の、いやいや出版社側からの強い要請でございまして、どうにもならないということがございます。それからもう一つはウェブサイトに非常に貴重な情報がたくさん出ているわけでございますが、これを本当は永久保存して後世の人たちがウェブに載っているいろんな情報について
研究をしたりいろいろすることができるようにすべきなんですけれども、現在は著作権法に妨げられまして、ウェブサイトを自由に集めることができない状況でございましたんですが、これは国立国会図書館法を改正することによりまして、全部のウェブ情報を集めることはできないんですけれども、国とか地方公共団体、それから国立公立大学、それから独立行政法人等のウェブサイトは許諾なく集めることができると、こういうふうに改正されました。ですから国関係のウェブサイトで載っている情報は自由に国立国会図書館が集めることができる。ただし提供に関しては簡単に自由にできるようにはまだなっておりませんで、相当な制約のところでやるということになるわけでございます。ただそれだけでも大変貴重でございまして、いろんな省庁がいろんな基礎データをたくさん持っております。でこれは大抵ウェブサイトのどっかの下の方のデータベースに入ってる、真相ウェブのところに入ってる。でこれを国会図書館側から吸い上げることをやろうとしても、ガードが固くて取り出せないということがある場合においては、そのウェブサイトに対して送信をしてくださいというふうに、命令する権限をがありますができることになりましたので、真相のデータベースに入ってて取り出せないという場合についても、そのガードを外してもらうか、あるいはそっちから国会図書館に送り込んでもらうということができるようになりましたので、これまではどんどん消えてなくなってたとか、あるいは貴重な情報がなかなかオープンされてなかったというようなものが国会図書館に集められて、オープンになると、こういうふうになってきたわけでございます。しかしながらまだまだ著作権問題は私どもにとっては難しい問題でございまして、電子図書館を構築するという上において、非常な問題になっているというわけでございます。現在は明治期と大正の前期の著書大体15万冊についてデジタル化しまして、インターネット上でオープンしておりますけれども、これは著作権が切れてるのがほとんどですし、切れてないかどうかわからないものについては著作権処理の調査を徹底的にやりました。たった15万冊をやるだけで大体2億円のお金をかけたわけでございます。ですからこれから大正の末期と昭和、それから補正予算をいただいて努力してやろうとしておりますが、1968年までの著書でございまして、これについての著作権処理をやるのにまた膨大なお金をかけなきゃいけないと、こういうことになるわけなんで、矛盾といえば矛盾というか、非常に我々としてはフラストレーションの塊になるようなことでございます。そんなことがございまして、ございますんですけども、徐々に、デジタル化の方向というのは避けがたいものでありますから、これから出版社の方々といろいろ話し合いを続けていくことによって、なんとかその打開の道を見つけていきたい。何年かすればですね、出版社側も理解をしてくださるんじゃないかと思いますが、出版社側が心配しておりますのは、結局国会図書館でデジタル化してそれを自由に見られるようにすると本が売れなくなるというところにあるわけで、そうすると出版社が潰れるとか、なんとかそういうことが起こると日本の出版文化が潰れてしまう、そういうことがないようにしなければいけないということがあるわけでございます。ですから私個人としましてはですね、そういうことはもちろんやっちゃいかんわけですから、何らかの読者が例えば国会図書館へで本を利用なさる場合には電車賃を払って来られるわけですから、その電車賃ぐらいのお金を払っていただいて、家から自由に見れると
そうすると図書館に来る必要がないと。でその払っていただくお金は図書館が取るんじゃなくて、それを出版社あるいは著者に還元すると。そういうことによって著者とか出版社が不利にならないようなそういうビジネスモデルを作るということが大事なんじゃないかということで、出版社側とか著者側にいろいろ提案をしております。でこれについてはこれからいろいろ議論がなされていくと思いますが、まあ、何らかの形でですね、音楽番組やジャスラックがやってるような形でダウンロードで金払って皆さん聞いておられますけども、あれに類するようなことが本出版物についても行われるんじゃないか。ただその場合にはジャスラックの音楽の場合は図書館というニュートラルな、しかも貸し出しをするというそういう組織がないところでのビジネスモデルでありますけれども、本の場合は図書館という無料で貸し出すという原理を持った組織があるということによって、まあ、全体のビジネスモデルを少し複雑化してしまっている。しかしそれでもって解決ができないというわけではないので、なんとかそれで解決をして、まあ、著作権法を抜本的に改革しなくてもお互いにやっていけるようなビジネスモデルを作って、まあ、それぞれ皆がハッピーにやっていけるようにしたいというふうに思って努力をしているところでございます。さて今日の本題なんですけれども、まあ、私は大学で研究をやっておりました関係で、そういう点からまあ少しお話をさせていただきたいと思っておりますが、まあ、私1962、1963年に文字読み取りの研究をやりまして、それで、まあ、特許権を一つ取りましたが、それをやった結果、まあ、私はやっぱり大学における研究というのは著作権を取って自分が懐をどうするとか、そういうあんまり、まあ、悪く言えばエゴ的なことはやるべきでないと思いまして、その後いろんな研究を面白くやってきたんですけども、特許権については特許を取るということは全くやらずにここまでやってまいりました。それがいいことかどうかというのはなかなか複雑です。と言いますのは国対国の関係があると。日本の国内だけだったら自分が別にお金もらわなくったって日本の国の技術がどんどん発展すればいいわけですから、大いに歓迎すべきことだと思ってますけども、今日の複雑な国際社会から見ると特許権のなんていうんですか争いということで国対国が相当熾烈なことをやってますね。ですから取れるべき特許を取っておく、そして日本のために防衛するんだという考え方が特に法人化後強くなってきておりまして、そういうことが積極的に推奨もされておりますし実際行われているわけでありますが、まあ、世界全体で見た場合に、それがいいのかどうか、特にピュアサイエンスの場合にはそれが利益につながるとは、まあ、考えられないことが多いわけですから、そういう世界ではフェアにやっていくということが本当は必要なんじゃないかというふうに思ったりしております。で、ここにも書いておきましたけども、研究というのは過去の人たちの成果の上に立って自分が、まあ、新しいことを考えるということでありますから、まあ、半分は過去の人の成果の上に立っているとそのおかげであるということを考えなきゃいけませんし、自分が一生懸命やっていることは後世の人のために役に立つんだということも考えなければいけないわけでありまして、本当にクリエイティブなものについてはもちろん本人の人の権利というのは認めるべきだと思いますけども、そういうことも今日では公的なお金
国の研究費でなされていることがほとんどでありますから、自分のクリエイティブな考え方のおかげとはいえ、公的なお金でやらなければできなかったことだということを考えると、あまり自分の権利を主張するのもどうかというのが、まあ、私の基本的な考え方でございます。まあ、ですから特許権についてはまあそういう考え方で、まあ、取るべき特許は取ったらまあいいんじゃないかと思いますけれども、その学術療法に関する著作権につきましては、今朝のいろいろお話がありましたように、著作権はあまりにもきつい権利であるということで、私はもともと反対をしている立場でございます。むしろそれよりはですね、まあ、つまり特許権というのは許諾権であるというのに対して、誰でも自由に使ってもらって、料金請求権というところにまずは持っていって、料金が請求したい場合はしたらいいと、そうでない場合は自由に使わせたらいいんじゃないかというような考え方、それからもっとそれを進めていきますと、名誉権みたいなものにして、ちゃんとサイテーションをきちっとしてもらえば、この内容、この考え方は誰々が考えたことであるということを必ず書いてもらうことによって名誉が得られるということで、それ以上を望む必要はないんじゃないかというような、まあ、ところにまで行くのがいいんではないかというふうに思ったりしているわけでございます。ですから、まあ、それをもうちょっと具体的なふうに考えますと、著作権者のデータベースをまず作ってですね、まあ、特に自然科学とかサイエンス関係の場合について言うわけですけど、まあ、文芸とかですね、文芸とかいろいろそれで飯を食ってる人たちの場合はまた別だと思います。ですからそこは今朝の中山先生のお話もありましたけども、著作権のカテゴリーをやっぱり分けてですね考えることが必要じゃないか、特に科学技術関係のいろんな活動についての著作権について、言いますならば、著作権者のデータベースを作って、そこに自分の論文はあるいは自分の作品はこういうものであるというのを登録して、それでそれをコマーシャルに使う人の場合はお金を払ってください、その他の場合は自由に使ってくださいとか、まあ、条件をちゃんと書いておくと、それに対して利用する人はそのデータベースを覗いてみてですね、そして自分はこれをこういうふうに使うからタダで使わせてくださいよとか、これは自分はこういうふうに使うんだからお金は払ってよろしいというふうにちゃんと登録をすると、そういうことをやることによってかなり透明性の高い、著作権に関する利用状況を作り出していけるんじゃないか、そういうふうな著作権に関するデータベースを作って、みんなが届けない人の場合は、まあ、ちょっと問題が出てくるかもしれませんけど、まあ、そういうふうにしたらどうかというふうに思ったりしているところでございます。まあ、そもそも科学技術の場合は著者自身はそんなにそれでもってお金をもらいたいとかなんとか思ってないわけなんですが、一つの落とし穴はその論文なら論文を発表しますと、それを学会に著作権を譲る、あるいは雑誌の出版社に、自分が載せる雑誌の出版社に著作権を譲るということをやってますね。まあ、具体的にはエルゼビアとかスプリンガーとかいろいろなところに渡す。で、著作者は権利を放棄するということになりますね。そして、それに対して出版社はその雑誌を発行することによって、まあ、高い金を取るとか、あるいはこれを購読しない人には絶対に見せないとかですね、そういうふうなビジネスをやるわけですから、そもそも著作物を作った人が出版社とかそういうところに、
簡単に著作権を譲渡してしまうということに、まあ、少し問題があるんじゃないか、まあ、もちろんあの雑誌出版社は膨大なお金をかけて、作業をして、まあ、レフェリーもちゃんと頼んでやってるわけですから、それなりの対価を取るのは当然ではあるんですけれども、あまりにもそれがひどくなると独占的な状況に陥っていく。それに対して、最近はオープンアクセスの論文というのが出てくるようになってきつつあるわけですけれども、そこでのまあ問題はそのレフェリーをきちっとやってるかどうかということに尽きるんじゃないかと思ったりしております。だからこれからはそのレフェリーのシステムをうまくできるだけお金をかけない形で作って、まあそれはあれですね、同僚の人たちがレフェリーするわけですから、お互いさんであるということにして、やりまして、そして例えば機関リポジトリから発信するとかですね、あるいは個人のデータベースから発信するとか何とかする、そういうふうな方向も一つ考えられるんじゃないかと思ったりしております。科学技術の文献についてはですから、著作権が言ってるところの表現の問題ということはほとんど問題がなくて、むしろその内容、クリエイティブな内容がどうかということによって勝負が行われるわけですね。ですからいわゆる文学的なものの著作権の概念とはちょっと違うということですね。文学的なものについてはその表現自体が著作権としての価値がある。それに対して科学技術論文等においては表現の仕方ということに価値があるんじゃなくて、そこで述べられている内容について価値があるわけですから、これをどういうふうに評価するかということで、これは結局は現時点では特許権によって保障されているということしかないわけですね。ですからこの辺のところはもっともっと深い議論が必要ではないかと思います。つまり文化系の本でも例えば表現は全く違うけれども、その例えばSF 小説なんかのこうストーリーが全く同じであると、つまりシナリオ的な流れですね、それは全く同じである、登場人物もキャラクターとしては同じだけど名前が違うと、言ってることもちょっとずつ違うけども内容的には同じようなことを言ってると、それで最後の結論も SF の落としとしては同じになっている、そういうものは一体同一著作物として、著作権問題に引っかかるのか引っかからないのかっていうような話ですね。つまり内容に関してどういうふうにその著作物性というものを考えるかということについては、もっともっと議論をするしていく必要があるんじゃないかというふうに思ったりしております。まあ、著作権関係はまあそういうことだと思うんですけども、それよりも科学技術の世界で最も大事な問題はデータの問題であります。データがきちっと揃っていることによって研究が行われ研究成果が出るわけであります。でしからばデータというのはどうやって作られるかというと、これはものすごいお金をかけて、しかもまたいいデータを揃えるためにはその創造性 H をかけて、やるということが行われるわけなんで、科学技術の世界においてはその得られた結果の論文の価値というものとともに、もっと大事なのは多分そのデータをどういうふうにして作り出したか、収集したか、それを整理してきちっとしたかとか、そういうところにあるわけ。ところが次のスピーカーがお話になるようですけれども、そのデータに関してはその何らの、その法的枠組みがないということに、まあ、なっているようですから、これをどうするかということが大きな問題だと思います。私が
おります情報分野におきましては、その例えば、まあ、私は機械翻訳とか自然言語処理やってるんですけども、自然言語処理でこれをこういうふうにしたらこういうふうになるという、まあ方法論的なことを考えますね。例えば機械翻訳なんかやってるんですけども、日本語と英語の間の翻訳はこういうプロセスを経てこうやればできると、そういうことと、それからそれを具体的にプログラムの上でやるためのアルゴリズムをきちっと考えるということと、それからもう一つはプログラム自身をきちっと書くということとの3つの層があるわけですね。でそういうものは論文じゃないんだけども、ものすごく価値があることであります。でプログラムについては著作権で保障されているわけですけども、まあ、アルゴリズムも多分著作権で保障されているわけですけども、その方式自体の考え方、それについてはどうなんかとかですね、まあ、そういう問題もあるわけです。で、まあ、生命科学とかですね、あるいは薬に関する問題なんかになりますと、そのデータの数値であるとか、あるいはそのどういう何ですか、菌を見つけたかとかですね、そういうデータに関してものすごい価値を認められているわけで、最初に大久保先生がお話になりました、そのデータを売ってくれと言ってきたというようなことがあったそうですけども、物としてのデータはやっぱりその販売の対象になる。数値とか資料の内容についてはじゃあどうかというようなことがあって、その辺についてもっともっと議論をしていい姿にしていかなければならないんじゃないかということになります。まあ一般的に言いますと、データは人類の財産として共有すべきものであると、このデータについて私はこういうことを考えて新しい創造的な発見をしたとか何かをしたということがあるけども、他の人が同じデータを見たらまた別のことを考えて別の素晴らしい成果を上げるということがあり得るわけですから、そういった意味でもですね、データは公開すべきことではないかというふうに、まあ、常々考えてまいりました。まあ、私の世界では辞書とかですね、言語コーパスって言いまして、例えば日本語なら日本語を何億分という何十億分という文章を集めて、そしてそれをシステマティックに解析することによって文法とか面白いことがいろいろ分かってくるわけですね。ところが30年40年前は言語データを黙ってあちこちから集めてくるっていうのは著作権法違反だったんです。それで残念ながらそれができなかったんですけれども、これも、まあ、中山先生なんかのご努力によりまして、今年の6月の著作権法改正で、コンピューターで処理をして何か新しいことを考え出すために、で言語データなんかを大量に集めるということについては著作権違反にならないということになった。これは、まあ、30年40年、私どもがわーわー言ってきまして、ようやくここまで来たということについては、まあ、感謝すべきことだと思っておりますが、まあ、そういう状況になっているということで、データに関してもっともっとよく考えてですね、少なくともある人がユニークなデータを作り出した、あるいは発見したという時には、その人の研究が、まあ、ある程度完結する、まあ、ある程度ですね、永久に完結しないかもしれないんですけども、そして論文をいくつか出したというような時点が過ぎればですね、必ずこれを公開していただくと、そして他の人にも提供して研究を活発にしていただくということが必須のことではないかというふうに思います。そのデータ作りそのものも今日では国のお金で行われているわけでありますから、当然そうすべきことだと思います。しかしながらそれもですね、国対国の競争ということになってくるとまた話が非常に難しくなります。ですからこれは世界全体として科学技術に関するデータは共有するんだと、そして
ある種の条件の下でこれをオープンにする、あるいはあるデータが発見された時に発見者あるいは作った人のプライオリティは認めるから、そこから1年2年後にはこれはオープンをすべきだと、その1、2年の間に自分がそのデータで研究成果を発表してくれればいいんだと、そういうふうなですね、国際的な取り決めっていうのをやっぱりやることによって、データができるだけオープンでいろんな人が活用できるということにすべきではないかというのが、まあ私のお考え方でございます。ちょっと荒っぽい話ばっかりになりましたけども、時間が参りましたのでここで終わらせていただきます。どうもありがとうございました。